もういいですか。はい、いつでも。はい、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。高松来ちゃいました。はい。はい、もういらっしゃいませ。ありがとうございます。自己紹介からいいですか。いつも盆栽からしたらもったいないから始めてるんですけど、はい、まあ、松盆栽生産日本一の、まあ、高松の盆栽北谷40004代目北谷隆一です。はい、今回は盆栽Qさんにお邪魔させてもらってます。はい、高松盆栽の里の、まあ、職員してます松本です。はい、よろしくお願いします。今回僕呼んでいただいたんですけども、10月の22、23にイベントがあると。はい、ちょっとそちらのご説明をお願いします。はい、常にここ盆栽宅販売所で置いとんですけど、はい、この日ちょっと特別イベントということで展示場で盆栽ちょっと飾ってみたり、うん、プリート盆栽、去年初めてしたんですけど、はい、まあ、あの木好きなの選んでもらって好きなように針金かけてくださいっていう感じの、はい、これは、はい、かけたものを持って帰れる。持って帰れます。っていうことは、無料で盆栽をもらえるイベント。そうなんです、大きい声で言ったらいかんすけど。狙い目ですね。はい、はい、それは限定その日そう10名様10名、1日10名で20本かな。そうですね、20日間で20本。早い者勝ちですね。早い者勝ち。はい、そう、まあオークションがあったり。オークションオークション、ほんとね、本数が全部で100本ぐらい集める。100本ぐらい、はい、あの僕ら生産者が出す品物をまあ、お客さんに値段を決めてもらうっていう。一般人も参加できるオークション。一般の方のための、うん、お客様のための。なるほど。いやだけ言うと俺買えんやんか。買わなくていいんじゃないですか。ちょっと手があったら買おうかなって思ったりもしよんで、ね、はい。ちょっと自粛していただいて。はい、まあ、お客さん優先でね。はい。はい、その他には？あとはなんだ、あの盆栽クリニックって、まあ、傷んだ盆栽こんななっとんやとかって言ったら、あ、まあ、持ってきてくれたら診断してくれたり。やっぱり一番メインなのはやっぱ即売会そうですね。まあ、常にあるんやけど、まあ、また入れ替えしていいやつが来ると思います、うん、出してる人にもこの日用のもう特別なをもう出してくれともうお触れ出すんで、うん、普段では見れないようなちょっとあの精鋭部隊というか、はい、値段ももしかしたら多少安くなってるかもしれないです。なるほど、いいものが揃ってるような感じにはするします、はい、ちなみに何円ぐらい出品されるんですか、業者さんは。48人の、ね、業者さん、業者がおる。48人の業者さんがすごい商品をいっぱい持ってくると、うん、もう松の生産地なんで間に誰も入ってないんで、もうマージンとか入ってないんで生産地価格というか、はい、まあ、産地直送といいますかね。産地直送、はい、なんでもう ねここら辺 のお年寄りの盆栽屋さんも多いんですけど、まあ安いですでも松を日本一安く買えるイベントといっても過言ではないですね。ないですね、過言ではない、はい、というようなイベント、はい、はい、ここで行われるんですね、ここの。そうです、盆栽屋さん、はい、今すでにたくさんありますけど。ありますけど、はい、わかりました。日にちちょっと日にちをもう一度9月の22、23に行いますので、はい、土曜日、日曜日で、はい、はい、皆さんよろしくお願いいたします、はい、ただあの、はい、この現地に駐車場がないんでちょっと離れた場所に駐車場があってシャトルバスとか運行するんですけど、はい、そこだけあのご了承ください。わ、はい、かりました。そこだけすみません。ありがとうございます。僕初めてここの高松盆栽の里に来させていただいたので、ちょっとこちら案内していただいてもよろしいでしょうか。はいはい、よくね動画では見るんですけど、はい、まあ大きいからちっちゃいから1万点ぐらいはあるんで、ね、こちら特産の銀八房御用松ですけど、まあ、次御用ですけど6枚でっかいのにな、25,300円税込み。これ松も結構高松は、うん、下のほら台がね、あ、なるほど、うん、ここが台の部分です。ここが黒松なんです。黒やけ、ここ、ね、なるほど。すごくちっちゃい頃にこの一芽だけを継いだとこから多分これ辺でも多分30年ぐらい樹齢立ってると思います。30年で2万5000ちょこちょこみたいな。ただみたいなんですよ。手間代がね。お金持ち。手間代がだから。いや、すごい量ですね。メインはクロースだよね。この辺のクロース、ここの方なんかも全部ご自分で作られてますよね。ネット販売とかでこの辺の1万5000円とか。あたりですけど、確かにネットで買えば2倍3倍もっとするかもしれない。3倍はザラにするね、えしますよね。この辺全部1万ちょっとですよ、ね、そう、これはちょっと安すぎる。安いですよね。この辺黒松ですよね。黒松、黒松2枚、うん、
全部値段言ってくる。こちらなんかも錦松も錦松これいっぱいあるの珍しい。次ですね。これも次黒松に次いでる錦松で。うん、え？どこ？ちっちゃいとこに。この辺黒松です。ここ黒松です。相当下の方です。だからこれも40年とかだったんじゃない？ね、経ってますよね。それで。13,700円。安い。安い。13,000円か。安いっすね、確かに。ちょっとベランダに奥にはね、大きいかもしれないですけど、値段は手頃です。値段は手頃。まあこういうね、手頃なサイズもありますね。これはずっと8やけど、ちょっと値段張る。なるほど。春湯でも知れとる。タイのはちょっと希少価値がかかってきますね。お値段的にね。これも香川県の結構特産品かもしれない。寿黒松、黒松のちょっと突然変異から始まった樹種なんですけど、寿って言って、まあ葉っぱがね、短く黄色が濃くて頑丈な。これ芽は、これがこの時期こんな感じなんですか？そう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 。ここまで特に元気そうですね。芽吹きがすごくいいんで、結構早いうちに作れますね。なるほど。ちょっと木が硬いけんな。針金がちょっと難しいですかね。あ、そうなんですか。最近千住丸の方が有名になってきてるかもしれない。有名になったけど、まあ大元は寿吹。あ、そうなんですか。寿吹が千出る。はいはいはい。で千住。へえ。めちゃめちゃ芽が吹きますね。はあ。でもちょっと高いやつのどういうのが高いのかも知りたい。まあ古いのはやっぱ高いけど、それでもここ置いとん。50万も1000ぐらいまで一番高くて、まあ、でもそれでも安いな。それでもちょっと3万か、まあ、高い盆栽を探しております。高い意外とみんな安いっていう。鉢に上がってから結構年数が経ってるから、しっかりね、芽がもう棚ができてるというか、芽が揃ってる。盆栽って畑ではねすぐ育つんですけど、鉢、はい、に上げてからどれだけ長いかっていうのも価値が結構やっぱ高くて、この辺はまあ鉢に上がってからまあまあ立ってるのかな。あれとか高そうじゃないですか。ね、これとか。これはさすがに結構いいですね。それでも40円。いいやつはこの辺ぐらい。高そうですよ。それでも35。黒松、五葉松、錦松がもうしっかりね、やっぱ幅を利かせてます、香川県。赤はちょっと少ない。赤少なめですね。あ、これも面白い。すごいっすね、これ。取れちゃいそう。こんだけの水水で頑張ってくれと。すごいですよね。うん、でも上元気だな。ね、本当に。もうちょっとやらこうでも良さそうだけど、ガチガチよ。しっかり。どっちかといえば香川県の盆栽さんは蜂をゆったり植える人の方が多いかもしれないですね。だからまあ元気になりやすいかも。なるほど。これはなかなか。すごいな。これこの細いとこから。そうだね。折れないんだ。これは山鳥っぽい。ね、ちょっと初心者向けの。はいはい。初心者向け。まあ値段的にはみんな別に手の届くもの、ね。まあ中瓶ぐらいがやりやすいんちゃうかなって思う。53番ってあれ？岡田さん。これは安い。この辺これは安い。めっちゃ安くないですか？5,000円？めちゃくちゃです。めちゃくちゃ。もうそれなんか3万いってないですね。あ、めちゃくちゃ安いですね。25,000円。そうそう、いろんな人が出してるんで、その人によって値段が。なるほど。あら、この人また上手に針金かけてるのに。アルミ線でね、やってるからちょっと高級感っていうとこではあれですけど、あの技術的には素晴らしい。しっかり整えられてやのに、これ15,000円はなるかな。それは安すぎ。これは業者価格っていうか、業者価格より安い。これ東京持ってったら ね、 そうですね。全然。いや、この人は安い。綺麗ですね。みんな畑が多いんですかね。畑も多い、ね。だからやっぱり太くてもお値段控えめというか。うん、山木は少ないな、割と。ああ、そうですね、うん。この人は山木が多い。はあ。山木というのは、まあ、山鳥、自然に生えてたのを取ってきた
ありがとうございます。赤松こういうのをね、持ってきて上手に曲げて作る人多いですね、うん、また1万円いってない1万円いってない行ってない、こんだけ古いの山の日やけんな、これでも業者が儲けるために買えそうな値段がちらほら。そうですよね、もうちょっとちっちゃかった持って帰れるのにこれなんか相関でおしゃれな、あ、2万2000税込み、あら安い安い。ちょっと鉢大きめですけどね、これ丸い感じの風流な鉢にでも植えたら、うん、この人あのある鉢をこう上から取ってて使うわけ。鉢合わせをするっていう、はいはい、下の方にあるの取れんけんって。昔ながらの生産者さんのね、もう盆栽農家さんみたいな感じですね。お手頃なサイズでいくらですか。1万5000円。あ、いや、前税込みで1万6000円。おいいですね、うん、いいなぁ、近所にあったら高松の人いいですね、盆栽困んないですね。そう、本当意外と香川の方もまあ、ね、買ってはくれますけど、うん、徳島とか愛媛の方がね、そうそう、結構来てくれたりとか、ね、地元の人よりちょっと離れたところの人がよく思ってくれるみたいなところが あります。宮城とんかもわからない、ね、あまりにも身近にありすぎるとありがたみが なくなっちゃうのかもわからない。盆栽屋さんいっぱいありますもんね、うん、と販売の、ね、値段しか知らない方はここ来るとそうですね、えって合ってますかみたいな感じになるかもしれないですね、うん、これ2万2000円。いや2万2000円だったらちょっとこれかっこいいですよ、なかなか。これもこういうのベランダしかできない方でも全然そうですね。もうちょっと80着この人のここ偉いサイズがいい。富谷さんですか、うん、あ、どうかな、丁寧なのよ。これも桁もね、安い。あ、普通に業者来てここで仕入れよう、ね、そう、業者さんですね。業者さんは僕も何人かここ業者さんご案内しましたけど、そのまま買って帰れました、うん、すごい。値引きとかなしで、これとか値引きは無理やろ、ね、4000円。4400円。税込み4400円。この人ほんま家行ったらいつもハムしてる。あ、うん、仕事熱心な方なんで、うん、33,000円とか。ちょっと植え替え必要ですけど、うん、ちゃんとやれば綺麗になりますよ、うん、ね、うん、やっぱり松を買うなら、そうですね、高松はこう相当安い感じが。これがそのイベントの時はもっと、そうですね、もっと充実します。もう皆さん久しぶりのイベントなんで、なるほど、しっかりと。そうか、去年はオンライン、うん、そうな、去年も一昨年もオンラインで、うん、皆さん来てほしいけど、ね、呼べないみたいなね、イベントが2年続いて、なるほど、今回はもう皆さん来てくださいという体制にもう方向変えたんで、へ、はい、僕ら生産者もしっかりと準備をしていきます、はい、こういうのがもう畑にあるんですよ、その辺の、うん、この盆栽の里近辺にもありますけどね、はい、盆栽畑としてね普通に植わってるんですよ、誰も防犯的なことも考えずにね普通に畑にこんなんが植わっててね、1万8000円でかいし古いけど、ね、お気軽には買ってね帰れないサイズですけど、うん、値段だけは本当に、ね、うん、ちょっとまだね今イベント前なんでね、まだまだ棚場がね、はい、でもこれなかなか引っかかりますよ、これ見るのに。イベント当日ね、どこまでなるか楽しみですけど、そうですね、お食事もね、できるんですもんね。あ、そうです、キッチンカーも何台か来ていただける、うん、商品もでもこの辺、あ、そうです、この辺ありますね。あ、小さいのか、ちっちゃいの、これも、これ安い、え、2000円台じゃないですか、これ2000円台、結構2、3000円のが多いですね、うわぁ。ちょっと、これこんだけちゃんと古くて綺麗なここ5500円税込み、黒松こんな値段で、これね、本当意外と僕ら、ね、同業者がちょっと値上げしてほしいって思ってる。俺の売れんようになるっていうな。そうそう、うちのが売れないよね。これ もう生産地ならではってことで、ならでは、はい、ならでは。いやー、この辺今、あと流してます2000円台から5000円ぐらいまでですよ、この辺はね。そうですね、うん、ちゃんと手入れしてるのに。懐がないけん無理に曲げてみたいなのもあるけど、うんうん、まあちょっと変わった形やな、変わり木みたいなのが多いけど、ちょっとでも松が、商品も松が多い。そうですね、
それ大宮盆栽祭りみたいなところでこの値段で売ってったらすごくなんか完売しそうですけどね。そうですね。お疲れそうな。もう業者さんが買い占めてお前はこの値段で売るなみたいになってしまいそうな。実際お祭りでも業者さんが最初にバーって買ってくる。そういうのもね。でもここはねまだいっぱいありますから。これまた多分お宅の方ねまだストックもありそうです。これは始められる方にはかなりおすすめです。なるほど。これすごい。なんか千字丸。千字丸ここまでの。女性上を曲げて。そうそう。なんか一個にしてるみたいな。へえ。ちょっと変わった感じの多いか。大きもすごいですね。これ山ですよね。黒松、黒松かな。でも値段、ちょっとこれが値段が当てていいですか。あ、そう言ってみてください。え？40、安すぎ？ああ、まあまあまあ。45とか。税込み209,000円とかですね。あ、マジですか？これでも半分や。いやこれ作ったら相当ですよね。になりそうじゃん。まだ荒々しいね作りですけど、本当もう一段階丁寧にしたら相当化けると思いますけどね。ね、俺は昼間さんにやってほしいな。すごいことになりそうですよね。昼間さん、無理して来てくれないかな。ね、来たがってましたけど。この値段の安さで交通費出ないかな。あ、すいません。はい、いいですか。はい、T シャツこれ。あ。着てるんですけど、これ高松の今これどなたがお持ちなんでしたっけ。これ平松浩二さん、あの結構有名な平松浩二さん。ここの今盆栽の里の、はい、会長してくれてます。そうの木そうを盆栽級の T シャツバージョンで作らせてもらいました。はい、これを当日そのイベントで販売できるということでいいんですか。はい、はい、当日 T シャツ販売。まあはい、この木も多分欲しいといえば売ってくれるんでしょうね。あ、本当ですか。相当高いと思いますけど。はい、相当高いでしょうね。T シャツの横にね飾ってもらってね、うん、これどっちも表にできる。あ、そうそう、両方。あ、そうなんですか。じゃあ裏側もぜひ見てくださいと。どっから見ても綺麗みたいな。はい、当日3,000円で販売します。はい、T シャツもね。はい、すいません。急な木はすごい。木はとんでもない。すごい、ね、何十万かなっていう。そうですね。T シャツはその素晴らしい木が乗ってるのが全然。ありがとうございます。じゃあ雑巾見ましょうか。なんか特徴とかはあるんですか、この高松の雑巾は。これでもやっぱりそのちょっとその大きいやつは産地じゃないから、はい、やっぱそのちょっと荒木を仕入れてきていじってっていう雑巾はね。デザインはもう自分で刺したり未消したりっていうのが多いと思うんだけど、古、ね、なってくるとなかなかみんな持ってないけん、そういうのが多いと思うけどね。山取りの雑巾、この辺とかそうなんですか。そうやね。へぇー、なんかどうなってるんですか。石か。あ、石、うん、石についた。石付きだ。うん、半出しで、まあ、身が赤くなってる。税込み11万円。すぐ値段いい。すぐ値段言いますね。値段もね、現時点の価格なんでね、盆栽手入れすると値段上がる場合があるんで、はい、とりあえず現時点の価格ということで。はい、助かります。マユミ、あ、マユミ、え、釣り花マユミ、釣り花マユミ、こんな身になるんですね。これ、うんうん、価値綺麗な入っとんの1650円っていいのかな。すごい。これちょっと欲しいな。へぇー、パッてなるやつ。うん、サイヤーソンマン、うん、ここまた松に戻る。あ、まあ生産者がこの一棚で生産者が刈り取って変わってるんですか。うん、俺のやけど、まあ適当やけんね。これはあの産地ならではかもからん、みんなあの適当な部分が多いかもしれない。適当なんだね。まあハワイの山野草も、うん、何ですか。ダイモンジソウ。ダイモンジソウ、ああダイモンジソウ、なる雰囲気がもうちらほらと、うん、まあこれはまあそのこっちがまあ出来上がってる。あ、そっちが出来上がってる、うん、ちょっと傷んどるもあるけど、うん、花が大の文字になるような、そうそうそう、から大文字。あとはまあ柿とか。いや、もう橋本さん、これちゃんと木になって長寿梅が税込み1320円とかですよ、これ。ほんで草抜いてないっていう。こんだけ数あったらそれはなかなか大変いいっすね。これ
鉢さえちゃんとすれば結構綺麗な、うん、そうそうそう、あのしない安い、まあ、その手間が入ればね、それやっぱ倍みたいな値段になっちゃいますけど、うん、その手間を皆さんで楽しんでもらってこれだって1300、いや買えないです、買えないです。リンゴもめっちゃ実ついてます、これ姫リンゴね、3850円。ちょっとね、実がよけついただけ、実がよけついたから、実がついてなかったら安かったかもしれない。実がついてなくて鉢に入ってないし1000円。それにしてもこう素材だとしたらこう値段が、うん、橋本さんこれ適当なんで大丈夫ですか、儲かってはないと思う。でもこれありますね、これ一昨日切ったの、あ、手入れした、やっぱ手入れしたら綺麗ですね、ちょっと切った、これほらリンゴ、これは1000円、ミーついてない、あー、ミーついてない、ヒューリンゴはミーついてないと1000円、大方3分の1か4分の1ぐらい値段になっちゃう。臓器ってそういうとこがあるんですね、早く回したい、はいはいはい、この辺はよく売れるんですね、このね、棚がよく開いてる、あ、綺麗な、ここ足に、あ、5500円、あ、でも綺麗、すごい、うん、雰囲気がいい、あっちにもなんか小さいのいっぱいありますね、この辺はちょっと出来上がったんだけど、出来上がってます、ね、値段がまあまあそれでも4、5000円、たまに形のいいの、本数の多いのがちょっと値段がするけど、それでも何千円ってとこですね、決めやすい金額ではあるかな、これなんかすごい絵になりますね、ちょっと待って、石ちゃんとつけてるのにまた値段3000円前後が多い、3000円前後、石も売ってる、自分でつけるのも、自分でもつけてください、材料はいっぱいある、これはすごいね、テラリウムやってる人なんてもうこれ買っておくだけでポコッと入れたら出来上がりやもん、ね、そうですね、取れ高十分かな、はいはい、ちなみにストリート盆栽はどこでやるんですか、ストリート盆栽多分今あそこのあるみたいな、あの辺立ててテント立ててみたいな、ここですここです、でこちらで展示が行われると、こずらーっとね、こずらーっと、ここが全部展示ですか、はい、おーすごい、お客さんの持ってるいい盆栽を飾るという、うん、なるほど、まだ設営前ですけど、てかここってどのぐらいですか、できて結構綺麗ですね、4月コロナの初年度ですよね、そうそう2年ちょっとか、コロナが本当流行りだした時の4月1日オープンで、うん、予定だったんやけど人がいっぱい来る予定が、そうそうそう、オープニングセレモニーできず、あ、そうですね、うん、春のその時ね、4月オープニングセレモニーね、うん、結構派手にする予定で、予定で香川県知事さんや市長さんが来られてね、やるぞってなるのが全部中止みたいな、うん、全部中止コロナと歩んできた盆栽の里という、うん、で2年間、イベントができず久しぶりのイベントってことです、そうです、なので皆さん気合い入ってるので、はい、期待してもらって、はい、大丈夫です、頑張ります、県外から何時間もかけて来た人も楽しませる、はい、そうですね、ぞと、はい、駐車場だけごめんなさい、駐車場だけ頑張ります、楽しんでもらう、はい、分かりました、10月の22日土曜日、23日日曜日、まあ、朝9時から夕方の16時まで、今駐車場が離れてますけどシャトルバスは出てます、まあ、徒歩でもまあ7分ぐらいの場所ではあるんですけど、盆栽のオークションなんかね、特にかなり毎年やってますけど、うん、相当安く、ただでさえ安いとこの半額ぐらいで落ちる時もね、うん、多々あるんで、これは結構楽しんでもらえる要素じゃないかなと、これはね、かなり、はい、1万円いったら拍手が出るっていうぐらい、そうですね、本当に相当安い、じゃあみんな気軽に参加できる、はい、気軽に、はい、もうその場で現金払いで、あのカード払いはできないかもわからんですけど、その現金払いになりますけど、はい、もうどんと値段を決めていただいて、はい、お願いいたします、はい、さらに、はい、こちらで盆栽教室もやられてると、はい、そうです、ということで盆栽学校が、春期と秋期と2期に分けて、はい、6ヶ月のコースの、まあ、授業があります、はい、まあ正直あの先生しようんですけど、こういう先生なんで、まあ、気軽に来ていただけたらと思ってますね、はい、でそちら6回で1回6000円なんですけど、その中に材料費とかも含まれてるんで、6回通ると6本の木が手に入るっていうようなものなの で、はい、結構でかなりいいテキストもついてますので、なるほど、あのテキストは売れる、売れるマジで売れると思う、で結構お得な教室だと、ちょっと安すぎるんじゃないかなっていうような金額で、ちなみに どんな木かとか見れるんですか、その今度のちょうどするんで、今
今度やるやつ。そうですね、橋本さんの。あ、いいじゃないですか。ピラカン、うん、ピラカン、黄身のピラカン。これがまあ初回が見物なんで、渡す木が。あ、いいですね。で、これが初級の素材。あ、初級。中級。これをまあ、中級はまあちょっと実技があるんで、はいはい、ちょっと鉢攻め込んで植え替えてもらう。なるほど。感じがあります。このような素材がもらえる盆栽教室。はいはい、テキストもすごいと。テキストすごいです。自信ありの、はいうんうん。はい。というもので、こちらは盆栽の里のホームページから、そうですそうです。はい、見れます。ということですので、はい、こちらも募集中でございます。はい、はい、募集中でございます。はい、というわけで、はい。高松来て一発目の撮影だったんでね、ちょっと不慣れなとこもあったかもしれません。すいません。イベントの方も、はい、イベントの方も、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、また。はいはい、遊びに来てください。遊びに皆さん来てください。はい、お願いします。お願いします。